こんにちは。4月4日にジョセフ・ティテルさんがアメリカ帝国の崩壊というタイトルの予知予測動画を出しています。普段は火曜日ライブされてるんですけれども、今回もインターネットの事情で録画した動画をアップロードしたみたいです。今回も元動画が1時間以上なので、もう早速内容を早く要約して紹介します。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。じゃあ行きます。 すでに満月になる前の24時間を切り、私たちは満月の影響を受けています。水星の逆光のプレシャドウも西海岸時間4月7日の朝5時2分に始まります。この逆光は太陽星座であっても月星座であっても、お牛座の人に影響を与えるので、するべきこと、するべきでないことをよく確認した方がいいでしょう。 おうし座でいない人も惑星のサイクルはどれも地球と人類の変化に影響を与えるということは知っていますね。スピリットは今回の満月は今年2度目の 14, 14日間のエネルギーシフトが始まるのと同じ日の5月5日にある満月よりは軽いと言っていますが今週の満月も個人、政治、世界、天候のエネルギーの変化に影響するでしょう。 今週は世界的に強風になるようですね。強い風が吹きます。スピリットは世界的な強風だけでなく、アメリカの中西部、南東部ではトルネードにも注意と言っています。そして一部地域では寒気がやってくるとも言っています。4月は洪水にも注意が必要です。2023年がこれまでと違うのは、 新月が満月と同じくらいパワフルだということです。2月の満月の前にスピリットが大地震がやってくると言っていたところ、満月になった途端にトルコとシリア、イランで地震がありました。今回は水曜日、住んでいる場所によっては木曜日の満月の時にも大規模な地震があると予測しています。そしてガーデニングをしている皆さん、 突然寒くなる可能性があるので、植物に何かを被かせるなど準備をしてください。今週の満月はいつもの満月と同じ睡眠パターンに影響を与えますが、今回はいつもよりも睡眠時間が短くても良くなること、そしてはっきりとした夢を見て、それを覚えていられることに気づくかもしれません。満月の影響は、 満月の前後合わせて72時間続きますちょっと前にスピリットが予知夢を見る人が増えるので夢に注意を向けるようにと言っていました次にアメリカ帝国の崩壊についてのお話をしましょうアメリカの崩壊は共産主義の中国に覇権を持っていかれることを意味しますしかも 世界経済フォーラムの2030年のアジェンダを実現させてしまうことにもなります。イスラエルやフランスでは人々が戦っていますが、アメリカはまだですね。ただ、5月には星の動きに影響されて変化が生じます。アメリカはこれまで世界のいじめっ子メディアもいじめっ子になっていましたが、 スピリットはそれが終了,終了すると言っています。しかも、突然終了する可能性があります。多くの人が聖書に出てくるバビロンはアメリカだと思っているようですが、皆さんはどう思いますか私は、私ってティテルさんです。私はバビロンはサウジアラビアの可能性もあるように感じます。聖書のイザヤ書では、 バビロンは世界で一番大きくてパワフルな街として描かれていて、ニューヨークシティのようにも見えます。聖書では全ての国が集まる街とも言っており、ニューヨークシティには世界中の国旗がはためく国連本部がありますね。ニューヨークシティは経済の街でもあります。目視録では、 バビロンはハーロット、売春婦と呼ばれています。アメリカはアダルト産業を生んだ国です。これまで見えてきたニューヨークシティにやってくる大きな波、おそらく気象を人工的に操って起こす大きな波のビジョンが繋がってきます。アメリカは石油離れしようとしていますね。これをサウジアラビアや オペック参加国は面白くなくな思っていまますパイイプラインのサポタージもありましたアメリカの崩壊はローマ帝国の崩壊のような感じで聖書に出てくるバビロンの崩壊のようでもありますアメリカは世界のリーダーだったのに現政権のおかげでそうではなくなっています ネイティブ、これネイティブアメリカン、原住民たちも白人たちがやってきて素早く去っていくという予言をしています。アメリカは2026年に建国250年を無事迎えられるのでしょうかアメリカができる前にコロンブスがアメリカ大陸を見つけてその後白人がネイティブアメリカンの虐殺をした時まで遡るとプラス300年です。 予言が実現する時が世界的に近づいているのかもしれません。予言では、苦しい悲惨な時を経て、最後は光が輝いて、ゴールデンエイジがやってくると言っています。今、世界とブリックスを見てみると、ドルはすでに崩壊したように見えます。今でもドルが強いと信じているのは、幻想かもしれません。 スピリットが2年くらい前にシステムが必要だと言っていたのを覚えていますか複数のシステムが出てくる。一つは何にも裏打ちされていないデジタル通貨と言っていました。これは多分アメリカが今月繰り出すデジタル通貨のことでしょう。フォートノックスにあった金はもうそこにはなくて、 ロックフェラーやロスチャイルド英国王室が所有しているでしょうなんかフォートノックスというのは多分ケンタッキーにある金を厳重に隠し持っているとされている場所だと思います続けますスピリットが金本位制のシステムでなければならないと言っていたのを覚えていますか金本位のデジタル通貨は聖書に出てくる獣の刻印につながっていきます アメリカのデジタル通貨は今月からテストが始まり物理的な通貨がなくなるのはそう遠いことではありません世界的に現金を受け取らないところが増えていてアメリカでは国立公園の入場料を現金で受け取らなくなってきています私は前から言ってきた2024年に最終的な崩壊が発生するという予知を変えないでおきます 2024年は数比術では8の年。8はお金と金融の数字です。今年の10月にも何らかの大規模な崩壊がある可能性もあります。10月の数字が8です。今年の数字、年の数字は7で、スピリチュアリティとか覚醒の年です。その中での8の月、興味深いですね。JP モルガンによると、 アメリカはすでに引き返せない、引き返せないところまで来ているんだそうです。JP モルガンはカバールそのものですが、シリコンバレーバンクの崩壊以降、リセッションの可能性が増大したと言っています。えー、と、ここでしばらくの間ですね、ティテルさんは、銀行はこう飛行機が切りもみ状態になっているような感じで、今、動いていると、<laughs> 動いているというか落ちていると。で、エンジン、 エンジン、それはすなわち貸し付けをやめる寸前。フェドは金利を引き上げるだろうっていう JP モルガンの記事をまあしばらく読み上げました。続けます。次のニュースも気持ち悪いですね。大手銀行が銀行破綻の際に預金を凍結できるよう契約を修正したということです。これまでずっと形のあるものを買っておいてくださいと言ってきましたよね。 まずは食べ物と水です。今日突然全てが止まったとしたら、6ヶ月間生きていくために必要なものを備蓄するべきです。銀と金についても前から言ってきましたね。スピリットは一度値下がりしてからまた上がると言っています。銀行が万が一の時に預金の50%を凍結することができる権限が与えられ、 破綻を逃れるために預金を使ってベールインできるようになりました。スピリットが以前銀行から人々の預金が消えると言っていましたよね。次、聖書の出エジプト記で神はイスラエルに偽の神を崇めたり、 生贄を捧げることで売春婦になってはいけない。ハーロット、売春婦っていう役で多分大丈夫。ハーロットになってはいけないと警告したとあります。スピリットによると、イスラエルは近々テロ関連の問題が波のようにやってくるということですが、私はこれが内部の人による犯行だと感じます。イランとの関係もさらに悪化し、それに干渉するアメリカによって、 大戦争が引き起こされるとも言っています。聖書で寺院のあった丘の上にはすでに他のものが建っていて、まあ、これはムスリムを指す他のものが建っているので、寺院を建て直すことができなくて戦争になるという箇所がありますが、もしもその丘が思っていた場所にある丘ではなかったらどうしますか 聖書にある寺院の再建、これは今から1、2年のうち遅くても2025年には行われると感じています。イスラエルについてはこれからも新しい発見が続くでしょう。その中にはイエス・キリストの存在をめぐる真実とか我々からは隠されていたことが含まれますがスピリットがこれまで言っているようにもう 隠しきれない状態になっています。他にはトルコから生じる緊張と戦争が見えます。トルコには貴金属が含まれた豊かな土壌があり標的にされています。そしてもう一つ標的にされているアラスカが見えました。アラスカでアメリカの国旗がはためいているけれど、 そこに描かれている星の一つが落ちるビジョンを見ました。バイデンがアラスカを中国に挙げてしまうのでしょうか。アメリカ大統領選でトランプが再選されると思いますが、これは1903年発行の最後の大統領という本で描かれている内容です。今あるるアメリカはは崩壊するそれは 核爆弾で破壊されるとかそういうことではありません。これはいいことなのかもしれないし、悪いことなのかもしれません。以前、トランプは再選されて2期目の3年目の誕生日の直前に死ぬと予知しました。2期続けていたら、それは今年のことですが、彼が最後の大統領だとしたら、次に再選されて2期目の 三年目はいつでしょうか。でも、それもあまり関係のないことです。最後は人類ではなくて地球自身が浄化を選びます。スピリットは二つの戦争が起こり、その一つはアメリカのせいだと言っています。以前見えていたキノコ雲、あれはイーストパレスティーンのキノコ雲だったと結論付けたんですが、これイーストパレスティーンは列車の 脱線があったおはようですね今日スピリットは小さな核兵器の使用が議論されていると言っています今日見えたのは核のサインとドクロのサイン頭蓋骨となんか骨がバツになっているサイン火傷した人々でした人々は屋外にいて咳込んだり吐いたりしており軍の人たちも見えて放射能と関係があるように見感じました 爆発は見えませんでした。信じられないかもしれませんが、放射能で攻撃されているのは、ロシア軍のように見えました。これが放射能漏れなのか、兵器による攻撃なのかはわかりません。スピリットは土地が何世代にも渡って毒されると言っています。アルディン・ブラッグについて、彼が攻撃され、 それを誰かのせいにするのが見えました。ニューヨークではすでに犯罪率が上がっていますが、今から60日の間にさらに急激に犯罪率が上がるでしょう。先週、北朝鮮が戦争の引き金を引く話をしましたね。ビジョン、二つ見えたんですが、ビジョンでは、習近平と金正恩が一緒に並んで立ち、満面の笑みを浮かべているのが見えました。 そのビジョンでは、後ろの方に妹ヨジュ、ヨジョンが立っていたのですが、腹を立てているように見えました。それとは別にもう一つのビジョンが見えて、キム・ジョンとその妹が習近平のそばに立っていました。最初のビジョンを解釈すると、北朝鮮と中国が何かを格索していて、スピリットによると中国が北朝鮮に武器をこっそり運んでいるようです。 もう一つのビジョンの解釈は、金正恩政権宣言が近々終わって、妹・ヨジョンが後継者になり、妹はジョンよりもさらに中国寄りだということです。台湾について今日見えたビジョンは、真っ暗、真っ暗な海。曇っていたのか、新月だったのか、水に月は映っておらず、台湾の夜の明かりが、 見える角度に自分はいたんですがその夜の明かりがパッと消えて台湾じ台湾全体が暗くなりました海の中で何かが動いているのが見えるのですが暗すぎてそれが何なのかは分かりませんでした水の向こうからどよめきが聞こえてそこでビジョンは終わりましたマッカーシー議員が台湾訪問を考えているようですねペロシだけでなくマッカーシーが台湾を訪問するのは よくないことです。中国はいずれ台湾に侵攻します。彼らはもうちょっとアメリカが首を突っ込んでくるのを待っています。アイシスについて随分長いこと聞いていませんね。アメリカの前政権がアイシスは壊滅したと言っていました。でも最近また突然アイシスが話題に上っています。 ただ、これは予測プログラミングのように感じます。今日の記事では、ヨーロッパやアメリカを攻撃すると言っていたアイシスの幹部、リーダーがシリアでドローン攻撃によって殺されたというふうに伝えられています。スピリットは有名人が続けて亡くなると言っていましたが、今、この瞬間、この場でスピリットは アレック・ボールドウィンの時のようなドラマが生じると言っているのでドラマのセットで事故があるのでしょうか4月の余地でヘリコプターが墜落する話もしていました今スピリットは映画のセットでヘリコプターが落ちたと言っていますスピリットが言っている続けて亡くなる有名人のうちの1人は若い男性で 自動車または小型飛行機の事故で悲劇的な最後を迎えるようです。アらライア、や、いらやや j f k j アの事故が思い浮かびました。男性有名人とこの乗り物の事故は別々の全く異なる2つのことである可能性もあります。ミュージシャンなのか女性の有名人が公園 のために飛行機に乗って次の公演の場所に行こうとするのにたどり着かないというのが見えましたコメントでウィリアム・シャトナーについて聞かれたので見てみたところ彼の今年の数字は9終わりを表す数字です私の頭に思い浮かんだのはミック・ジャガー今年大きく体調を崩し来年亡くなりそうです 大きな社会問題、社会運動が始まるところだとスピリットが言っています。今は一つ一つが小さくて見えないけれど、2024年の中盤から後半にかけて、とても大きい社会運動になります。一瞬、月も見えました。たくさんの人が月で活動している様子、建物とかスーツを着ている人々が見えました。 スピリットが地理で地震が発生する様子を前に見せてくれていて、それがついさっき現実のものとなりましたね。オーストラリアと日本でも大きな地震があるのが見えます。一つは橋がゆらゆらと揺れて、片方がポキッと折れて、小さな谷にくる車が落ちていく様子でした。スピリットは アラスカも目覚めて複数のプレートが動くことで世界の別の場所で3つの大地震がやってくるとも言っていますスピリットがパプアニューギニアで地震があると言っていたらつい最近マグニチュード7.5の地震がパプアニューギニアでありました過去に見えた大地震で島が沈む様子これはパプアニューギニアの辺りですスピリットは 間もなく新しい島も姿を表すだろうと言っています。オーストラリアの皆さん、メルボルンのこう平原、草原で空から不思議な音が聞こえたのは聞いていますか月に話を戻します。私が月で人々がスーツを着て動き回っている様子が見えたのは未来のことというよりは今現在起きていることです。 月をめぐっての争いが近々生じるように思います。現時点では宇宙に武器を持ち込むことは禁じられているので、どのようになるのでしょうか。NASA が50年ぶりに月に行くクルーメンバーを発表しましたね。80年代に爆発したスペースシャトルのことを思い出します。こののアルテミミス2は10日間のミッションを行うために 2024年11月に発射される予定です。それをわざと爆発させて宇宙人が攻撃してきたと言い出すかもしれません。冥王星の革命が先月末に始まりました。死の死と再生の星である冥王星がヤギ座から出て知性を象徴する水亀座に入ります。前回冥王星が水亀座にあったのは 1778年から1798年のこと。これ、本当にこの年で言ったんですけど、なんか短すぎないですかまあでもそのまま、そのまま訳してそのまま続けます。この惑星が星座から星座に移るのは248年かかるので、今回、冥王星が水瓶座に動くのは我々にとって一生に一度のことです。前回、248年前に地球で起きたのは、 天然痘へのワクチンが開発されたこと、アメリカ革命、ハイチ革命、フランス革命、そして産業革命が始まって、天皇制が発見されたことでした。ビル・ゲイツが人工肉の癌細胞は食べても平気とツイートしていましたが、ヨーロッパの国々が人工肉と昆虫食を避けるようになりました。のーと言い出したのはイタリアで、 人,と人工的なものは使わないという法案が通りました。選挙への干渉。これは今、ブラッグスがしていることではないでしょうか。インフルエンサーが、ヒラリー・クリントンが2016年の選挙に干渉したというミームを流しているのも興味深いです。えっとですね、注釈なんですけど、ティテルさんはここからしばらくは、このミームに関するニュースを しばらく読んでいました。続けます。コンサートでの将棋倒しの余地を覚えていますかイリノイ州で行われたデスメタルのコンサートで屋根が落ちて死者1名、怪我人28名が出ました。4月は事故の多い月になるだろうと予知していましたが、たった今、ステージから観客に向かって照明が倒れるビジョンが見えました。上から 落ちてくるのではなくて、照明システムが横倒しになるようです。暗いので、これは屋外コンサートでしょうか ?6 という数字が不安に思えます。なぜかわかりません。調味料、スパイスに高濃度の金属が入っていたというニュースについて、これはケムトレールと関係あると思います。ということでした。以上です。 もうめちゃくちゃ長いので、もう24分。おまけは一つだけ。私、足湯だけじゃなくてですね、あの、エプソムソルトの足湯だけじゃなくて、マグネシウムのサプリメントも飲み始めました。まだ目がピクピクしているので、効き目は実感していませんが、しばらく続けてみます。というわけで、stay safe, stay healthy.